ガーグのウィーニングライトが始まっております。今隠しながら書いております。必死になって、多分視力はそんなに悪くないんですけど、めっちゃ近づけてます今。なんでなんでしょう。まあこの模様をね、あんまり顔見せできないんで、ちょっと半分だけにしておきますけど、こんな様子なんですね。見えないですね。完全に隠してます。すごい、すごい笑ってらっしゃいますか。この全日本この絵すごい大賞のね、ウィーニングライトが始まっております。最後を締めくくる殿堂入りですから。じゃあ皆さん終わったそうなんで、ご覧できました。エスガークの殿堂入り、えしりとり、ドーン。ちょっと斜めのトイレ。かろうじてコアラですね、これね。でも斜めやん。なんで斜め？まあでもまあ欠けてますよ。まともじゃないですか。仮面ライダーっぽいなと思って。いやー、もうちょっと期待してたんですけどね。やることによって、ちょっと笑って。ラジカメ、じゃあ目で始まることにしましょうか。ね。ちょっと僕思っていたやつがあるんで、それいいですか。はい。ネクシリンダー。お願いします。ネクシリンダー。あれ、なんで？ネクシリンダー。今、理科の時間にね、出てきましたよね。確か3つ候補がある。さあ、どれを書いてくれるんでしょうか。ちょっと最後の絵文字を書いたんで、ちょっと伝えました、私が。これぞ、画伯っていうね。あれは、あれでしょ、で、これ、こっちかな。ちょっとペンを走りましたね。走らしております。これが、殿堂入りする前の最後の絵になってます。これ、はい、何でしょう。シリンダまあまあ、こっち向きっていうことですよね。ね、メス尻。ちょっといや、あれはフラットで。これ、あれやんね。面を伸ばす棒とかじゃない。リレーとか。メスシリンダー。メスシリンダーです。これがメスシリンダーです。ピカで見たことあったっけな、これな。これがメスシリンダー。メスシリンダーっていうぐらいやから、どれぐらい入ったかっていうの分かるようなやつが全く書いてない。裏側に入ってる。どこが裏？これ表？分かんないし、まあちょっと最後下り、本当にくだらなかったんですけど、まあ殿堂入りしました。おめでとうございます。ありがとうございました。